か、バスが発車いたします。そういったところがちょっと見れなかったし、前後半通じてガンバのディフェンスの選手の気迫の方が勝ってたのかなという気がしますね。ほのぼのレイク、メガネのミキ、 NTT、 ローソンの提供でお送りします。どっかいい店ないかな。あの、迷った時役に立ちます。なんか面白いことない？高森めくれば発見っす。電話番号だけじゃない、タウンページめくれば発見。新価格から1年、うわこれいい、安い。今ミキは世界のメガネを安くします。メガネのミキ。Please remember darling live with you、 君と始めよう、もう一度。 How do you howレイクはサポートキャッシング。ボノボノレイク。皆さんこんにちは。プロ野球の日本シリーズはジャイアンツの優勝で今日幕を閉じましたが、プロサッカーリーグ J リーグの方はセカンドステージ、これからいよいよ佳境に入ってまいります。ガンバ大阪がこのレッズを迎えての今日の一戦を迎えました。大阪吹田の万博記念競技場です。セカンドステージ、今日は第16節を迎えました。3試合ぶりにガンバ大阪がこのホームスタジアム万博記念競技場に戻ってまいりまして、今日は浦和レッドダイヤモンズ、浦和レッズを迎えての一戦がまもなくキックオフとなります。後半戦に入りましたから、現在3連勝と波乗るガンバが、レッズを相手に今日はどんな一戦になるんでしょうか。今日の一戦は兵庫県サッカー協会理事、三菱重工時代、日本リーグでその黄金時代を支えました元日本代表プレーヤー細谷一郎さんの解説、ゲストはサッカーを中心にスポーツライターで活躍中の香川博さんをお迎えして、実況谷口秀明でお送りをしてまいります。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしく。それではまずはじめに両チームのスタートのメンバーからご紹介しておきましょう。ガンバ大阪の方です。ゴールキーパーはもちろん本並です。そしてズベーバが久しぶりにスタートのメンバーに後半戦初めて戻ってきました。ミッドフィルダーはフラビオ、そしてアレーニコフは今日はイエローカードの関係で出場することができません。またプロタソフも怪我で前節欠いておりましたが、今日まだもうちょっとということで山口、松並の2トップ、松並が久しぶりにこのスタートのメンバーに名前を連ねてきました。そしてこの赤いユニフォーム、浦和レッドダイヤモンズスタートのメンバーです。キーパーが土田です。ディフェンスは3バック、超、そして池田太志、ブッフバルト、ドイツ代表のこのブッフバルトにも一つご注目をいただきたいと思います。ミッドフィルダーです。堀が右サイド、そして中島が左サイド、ディフェンシブハーフに浅野、菊原志郎がスターティングメンバーに戻ってきました。そして2トップ、福田が前節スタートのメンバーに戻りました。そして佐藤義明との2トップを組みます。レッズの方もバインがイエローカードの関係で今日のゲーム出場することができません。まもなく前半の45分のスタートを切ります。細谷さん、はい、ガンバの方が折り返し3連勝、いよいよ波に乗ってきましたね、はい、そうですね、特にもう若いフォワードですね、山口君がやっぱりすごい得点能力出てきましたね。そうですね、この折り返しの3連戦で山口が実に5得点という、ね、すごいですよね、活躍を見せておりますが、はい、今まで本当に得点力不足がね、はい、ちょっと嘘のようですね、左のサイドに遠藤を取りました。左から右に攻めていきます、パナソニックブルー、おなじみのガンバ大阪、赤と白のユニフォーム、右から左に攻めます、浦和レッズです。レフリー菊池さんの笛が鳴りまして、前半の45分がスタートを切りました。香川さん、今日の一戦は香川さんはどういう見方をされますか。そうですね、先ほど出てました、やはりレッズに福田君が戻ってきた、はい、まあ、菊原、芸打者の菊原君が一緒にやれるということですね、まあ、ガンバの方は引き続いて好調な
点を取るということを維持できるかどうかですね、はい、この福田そして菊原が初めてスターティングメンバーに名前を揃えた、このあたりが一つのこのレッズのポイントかもしれませんが、さあチャンスになりましたが合わせられませんでした松波。このところガンバの方は、アジア大会で1ヶ月ほどお休みがありましたが、その折り返しから先日は万博でグランパスを相手に5対3と大逆転勝利を放ちました。さあチャンスになりましたが一気に切っていった、シュートを打ちました。見事な、驚きました。北村右のアウトサイド、はい、磯谷君うまかったですよね今ね、はい、意表をつきましたね、ばかりです。もう完全に蹴ってくると思ったんですよね、はい、後ろに戻して出せましたよね、一旦裏をかいたというような形になったんでしょうか、はい、ちょっと映像の方が今失礼をいたしましたが、いやいやびっくりしました。公式的には前半の0分というような感じで、北村が1分経ってないですよね、はい、まずガンバがあっという間に1点を取りました。思い切って打ちましたね、まあ、今 のその前にフリーキックもですね、はい、磯貝君がすぐ松波に出してね、非常にもうそれもいい判断だったんですよね、キーパーとちょうど当たりましたね、それがコーナーキックになったんですよね、でそれもコーナーキックも後ろから大きな選手が上がっていくのを見てて、そしてそのままうまく後ろへバックパスしましたからね、久しぶりにツベーロが戻ってきました、縦に行きました、そして右サイドには木山がいますが、ロビン組のボールを縦に入れていきました。マスナミにはつながっていきません。中盤です。さあ佐藤義明ちょっとラップミスです。左サイドから広瀬が上がっていこうというところですね。さあ山口です。このところ3試合で5得点を挙げております。見違えるような活躍を見せています。そして木山が中央へ、磯貝にはつながらないか、縦に行きました。菊原志郎からチャンスになった、山口フリーになった、シュートを打つ、右サイド外れました。このところの3試合で実に5得点、アジア大会には怪我のため日本代表から外れましたけれども、その鬱憤を晴らすようなこのところの山口の活躍です。さて今日の一戦は両チームにリポーターがついてくれておりますが、ガンバ大阪のサイドは竹島麻里子さんがついてくれております。竹島さん。はい、ガンバサイドです。先ほど見事なゴールを決めた北村選手なんですが、前の試合でマンオブザマッチに初めて選ばれてましたよ ね、 その感想を聞いたときに俺でいいのかな、でも本当に嬉しい、今日も必ず頑張ると言ってくれていました。で見事ゴールを決めてくれたわけなんですが、チームは現在3連勝中ということで、試合前の選手の表情は大変気合が入ってやる気に満ちていました、はい、キャプテンの磯貝選手は試合前に今日も絶対勝つ、調子に乗りすぎるぐらい今は乗っているよと言ってくれました。鎌本監督は選手がずっとこんな状態なら楽なのになと一言言った後、今日は相手のスピードのある攻撃に注意しなければならないと語ってくれましたが、ガンバは今日は本当に負けないぐらいスピードのある攻撃で頑張ってくれています。サポーターもチームと同じようにノリに乗っています。以上ガンバサイドでした。チャンス、佐藤義明、本並が抑えました。ガンバ大阪のサイドは竹島麻里子さんでした。一旦ピンチを出しました。そして浦和レッズの方には浜下真奈美さんがついてくれてます。浜下さん、レッズの方はいかがですか。はい、試合前の選手の表情なんですが、大変リラックスした様子でですね、時折笑顔も見られました。横山監督にお話を伺いましたら、ガンバは攻撃的なチームなので、まずはしっかり守備固めをしてから攻撃に転じた時にはチャンスを生かしたいとお話していらっしゃいました。まあ、早くも先制されまして横山監督の不安が的中してしまったんですが、今日は何と言いましてもですね、初めて2人揃ってのスタメン出場となります福田、菊原がどこまでやってくれるのか、こちらの方に期待したいと思います。その菊原選手なんですが、僕はとにかく試合に出て仕事をするだけと力強く話してくれました。今日のレッズに大いに期待したいと思います。浅井が直接シュートを打っていきました。浦和レッズの方は浜下真奈美さんがリポートを入れてくれます。磯貝がシュートを打っていきましたが超えていきました。早くも激しいジェスチャーを見せております。こちらガンバサイド鎌本監督、今シーズン限りでの優待が決まっておりますけれども、しかし後半戦に入りましたからガンバが現在3連勝とぐっと波に乗ってきて、今日3試合ぶりのこの万博記念競技場でのレッズ相手のゲームです。しかも前半1分足らず、まずコーナーからその北村が先制のシュートを放って1対0と現在ガンバがリードしています。
こういう1点での発散大きいですね。そうですね、何か選手の方もわけがわからないうちにというような感じですか。そうですね、はい、あの立ち上がりの得点というのは失点というのも結構あるんですよ ね、やっぱりまだ十分自分たちのあれが馴染んでない時ですからね、はい、あれはマーク本当に早くやりましたからね、中央フラビオそのまま持ち込んでいくのか。先制点を挙げた北村です。前節はマンオブザマッチ、そしてフラビオが中央へ、一旦右サイドの木山、松波には通りません。さあ今度はボールを奪ったレッズの方が逆襲に転じます。広瀬から今度は右に振っていきます、森です。ね、レッズはやっぱこういう速攻型のチームですからね、やっぱりボール奪った後が早いですからね、まあ先ほどの鎌田さんの監督の、注意も合い子だったんですね。攻めてる時によくバックサイドで注意しとけということでしょうね、はいはい、今度はレーズを持ってクロス気味のボールですが佐藤義明には合いません。ちょっと大きかったようです。ゴールラインを越えていきました。11番が2トップに一角を置きます。佐藤義明1m88cm、 上背があります。まあ、彼も去年までガンバですから、ね、やはりここでですね、今日は頑張るんじゃないですかね、やっぱり。大きく前線へつないでいこうというところですが、さあこれは抜けました。またチャンスになりました。松田がゴール前に走り込んでいく。山口を持っている中央へ、なんとかバルタがクリアしました。試合開始早々の早い段階で1分足らずでまずガンバが1点を取っています。今日のゲーム前半の7分を回ったところです。今日は土曜日のゲームということもありまして、この万博記念競技場本当に超満員のサポーターで埋まっています。右サイドをえぐっていきます。佐藤義明がゴールの中央正面にいます。つながりません。さあ中盤ちょっとゆったりと上がっていきますが、磯貝がボールをキープして右サイドは木山ですが、松並に左側から上げることができません。ライン終わりました。なかなか両チームとも中盤のボールの回し方が速くてですね、なかなかスピードですよね、今日はガンバも取った後の切り返しが速いですよね、はい、ガンバは大体ね、あれそのボールを回すのはゆったりした癖があったんですけど、はい、ここってこうボールを早く回すと効果があるということが分かってきた感じですね、選手たちがね。この3連戦見ても佐々木はそんな感じですよね、はい、そうですね、早くなりました、はい、自分たちでそれでやって点が取れれば、分かってくるわけですよね、はい、先制点を挙げている北村、縦にちゃんと勝ったようです。いい形にはなりかけましたが、ね、はい、ああいう風にバックの背後をやっぱり今松並君が裏を取りましたよね、で、まあ、北村君のパスで、ああいうやっぱりスルーパスをやっぱり出ていけば、シュートのチャンスが出てきますよね、今ちょっとボールが強かったもんですから、ね、はい、取れなかったですけどね、この前の万博でのグランパス戦でも前半はなかなかそういう形ができなかったですね。相手のバックラインの前でボールを回してましたけれどもね、はい、後半からやっぱり裏を取れるようになってからだいぶチャンスが出てきましたね。さあ右サイド開いていきます。福田がスタメンに戻って2試合目、そして菊原志郎が今日初めてスタメンに戻ってきて、どんな戦いを見せるのかレッズ、現在1対0とガンバがリードしています。池田太、そしてこのセカンドステージから新しい戦力になりましたドイツ代表のブックバルト、90年のワールドカップの優勝メンバー、そして今年のワールドカップにももちろん出場しておりました。ブックバルトが入ってからやはり神川さん、浦和の方もディフェンスの方変わりましたですか。それはやっぱりね、そのポジショニングということに対しては非常にしっかりしてますからね、はい、だから他の選手たちもその彼のポジションを見て安心して出ていけますからね。はい、縦につないでいきました山口、そして左から打てるか、長から右サイド、そして木山です。
さあこれもいい形になりそうです。セットリング。そうですね。スルーとなりましたね。あーっと短い。グラビオ出ません。グラビオ出ない。ブックバルトがボールを持って、これインターセプト。足元。こういう形から増田美がいます。ゴール前。ちょっと時間がかかりすぎました。ちょっとサポートが惜しかったですね。今は北村です。磯貝。すごいチェックです。ラインはありました。いや今のも、負けてなかったですけどね、磯貝君ね、なかなかやっぱり天下のブフバルトとの1対1対1対1をやりましたね。キャプテンマークをつけます磯貝。11分を回りました。前半1対0とガンバがリードしています。開始直後、北村がまず先制シュートを決めています。左サイド中島が戻します。3番は張喜寿、洛北高校から早稲田、そして柏レイソルから移ってまいりました。福バルトです。一気に縦に行きました。2番の橋本、北村が今度はサイドを変えていきます。松田、ああいうところですね、はい、これはチャンスですよね。佐藤義明、そして木原もいる。さあ中島がそのまま打ちますが左側です。コーナーキックですね、はい、レッズが当たりましたね。やはりレッズは今みたいなところへスルーパスを通してサイドを破ってセンターリングと、はい、今いい形になりましたね、はい。レッズの方も一つ決定力がここまでは不足していたんですが、はい、さあ福田が戻ってきて、その福田がゴール前コーナーキックを得ました。前半最初のコーナーキックを得ましたレッズ。ブッフバルトと、佐藤ですよね、真ん中にいますが、はい、ゴール低いですね。グラウンダーになりました。手前のタッチを割っています。あの広瀬のコーナーキックって定評あるんですけどね、今は本当ちょっとミスキックですね、非常に正確なキックを持っているんですけれどもね、はい、中島がボールを入れます。ロングスローですね。バルトが上がっています。ゴール前です。バルト、さあそこに合うか、ヘッドでクリアします。しかしまだレッツボール。バルトのヘッド打てるか、直接ブフバルト左足のシュート、ディフェンスに当たっています。そして中島まだボールをキープして、セッタリングはゴールの裏側です。このところはレッズがボールを支配してガンバサイドに攻め込んでおります。レッズはね、ああいうそのブッフバルトとそれから佐藤君というその長身選手が来てる間にね、はい、福田君が絡んでくると彼もヘディングもうまいしね、あのゴール前でいろんなことできるから怖いですよね。ブックバルト、佐藤義明、いずれも188センチという上背があります。そのブックバルト、ヘッドで前線へ。前半の14分になりました。3試合ぶりです。ガンバ大阪がこのホームスタジアム万博記念競技場でゲームを、今日はレッズ戦、前半ここまで1対0という優位にゲームを進めています。やる今年の新しい戦力の一人です。さあ2本目のコーナーキックです。レッツ、ね、ここはきっちり守らないとやっぱり危ないと思いますね。福田がニアポストバックバルトに合わせるか、ダイレクトボレーで打っていきました。思い切って打っていったのは中島です。これまだ19歳ですからね。そうですね、はい、これからの選手ですね、
ちょっとガンバ立て直さなくちゃったんですね、少し押し込まれすぎたから、今季は横山監督を迎えて立て直しを図ってきたこのレッズなんですが、現在のところは6勝9敗と10位というところにつけております。レッズの方も横山監督や斉藤コーチ、原コーチといったところはかつての日本代表メンバーでね、はい、そうですね、そういう人たちが指導に当たっておりますが、私もずっと一緒にやってきた、ね、連中がみんな、チームスタッフですね、はい、さあラビオから右サイドの木山、右からの突破を図ります。磯貝がボールを入れます。タン戻して中央へ、奥原田がカット、しかしまだチャンスが、木山が折り返す、デスワルトばっかりですね、やはり危ないところだったデスワルトがきっちりいってますよね、さあ松波、松波指導する、クラブシュート、松波がやっぱりあそこ前に向いて打った方が、打ってほしいですよね、白い出すと見せて反転して打つと、はい、この放送は万博記念競技場から実況中継でお送りしております。まあ、攻めとしては悪くないね、右サイド、ちょっと攻め上がっているか、先制点を放っている北村です。中央へ、しかしカット、橋本が縦に入れますが、このボールもレッズです。現在1対0とガンバがリードしています。浅野が今度は右へ振っていきますが、また中央へ持ち込もうというところです。縦に行きました。そして右サイド、さあ広瀬がボールを競います。スレイバが行きます。ライン終わりました。ガンバはですね、今1点リードしているわけですから、はい、やっぱりバックラインをきちっと整えて、あまり慌てて攻めようとせずですね、やはり一番レッズの怖いのは逆襲ですよね、はいはい、カウンターが怖いですからね、それをきっちり対応しておきたい、どうしてもブクバルトがですね、これ攻撃へどんどん参加してきますからね、はい、逆に今度向こうのボール取ればですね、チャンス出てくるんですよね、はい、佐藤義明、足をかけられました。さあレッズの方がチャンスを得ました。振り切っています。早い攻撃、右サイドから端戻して、今度は中央へ、左サイド中島です。さあここからドリブルで持ち込んでいきました。右足、ようやくクリアしましたが、福田今狙っていったんでしょうかね。そうですね、シュートですね、はい、この放送は万博記念競技場からお送りをしております。ローソンカードのメリットは、ローサイン、ノーコイン、ノースカラライダー。ローソンカードはノーサイン、ノーコインです。お買い物、ローソンカードは全国のローソンで使える、世界でも使える、まっすぐな線が引ける、全国5000のローソンですすいな、スイート。お買い物、ローソンがもっと便利になるローソンカード、カードお願いします。ありがとうございます。前半のまもなく20分になろうというところです。立ち上がりにガンバ大阪の方があっけなく1点を取りまして、有利にゲームを進めております。さあガンバがまたレッズサイドに入り込んでいきました。スローインからのスタートになります。この放送は兵庫県サッカー協会理事、小谷一郎さんの解説、そしてゲストにスポーツライターの香川博さんを交えてお送りをしております。
対0と現在ガンバリード。左サイド、あっと中島には渡りませんでした。手前のタッチを割っています。なかなか山口のボールの受け方うまくなりましたね、はい、今はかなり厳しいマークついてましたけどね、体をきちっと入れて、今の受け方とも全然違いますよね。前半の20分を回っています。このところはやはり自分自身の活躍、はい、みたいなものがやっぱ大きな精神的な進めてるみたいですね、そうですね、はい、やはり相手とあのボールの間に自分の体をきちっと入れて、コントロールしますよね、これチャンスですね。さあ折り返す、折り返す、キッカーにはつながりません。縦に、さあここから速い攻撃ができるか、ガンバ磯貝が一気に縦に行きますが、オフサイド、山口。さあブックバルトが持ち込んで上がっていきます。ここまで上がっていきます。縦に繋いで一旦戻して、広瀬から右サイドです。また広瀬、左側には中島、佐藤には繋がりません。ラインを割っています。パスをこう細かく繋いでいこうというところなんですけれども、そうですよね、今のもですね、あの非常にうまく繋いでたんですけどね、はい、やっぱりあそこです。佐藤君がきちっとくさびのパスをコントロールきちっとすればですね、シュートチャンスになったと思うんですけどね。バルトの競り合いです。レッツの方に反則がありました。ガンバのフリーキックを得ます。まあ、今のようなボールでも山口君は相手の前に体を必ず持っていきますんでね、それで相手がファウルになってるわけですよね、はい、ああいうふうに先端でどちらのボールかわからないときは必ず体を相手のボールとの間に入れるということをすれば、それだけ出てきますね、チャンスがね。キッカーラから右サイド、さあ、E1-2 だったですよ今、佐藤義明がゴール前に走り込んでいきますが、センタリングは合いませんでした。木山です。そしてキャプテン磯貝、一気にチャンスになりました。いいパスが抜けました。パスが通る中央へ、ね、さあフリーになるか。土田との争いですが、キーパーの土田が一歩早く取りました。今のはいい形になりましたけれどもね、磯貝君からね、非常に松並君にうまいパスですよね、ブッフバルトが取れないところへ出しましたね、ここのところ、はい、でこれもいやちょっと入りすぎましたね、山口君の後ろ目に来たもんですからね、コントロールできなかったですね、はい、谷口さん、はい、ガンバサイド竹島です、はい、松並選手なんですが、先ほど惜しいアシストありましたけれども、8月31日のレッズ戦以来10試合ぶりの出場になりました、はい、体はもうどこも悪くない、調子もいい、今日は頑張ると語っていました。以上です。ガンバサイドは竹島真理子さんがリポーターとしてついてくれています。今年は6月から7月にかけても、ドイツの方にも行ってきましたし、大きな経験になればいいんですけれどもね。そうですね、はい、磯貝が競ります、戻します。ゲラフトシュキーパーに戻しました。磯貝君のやっぱりね、ああいう追っかけていくファイトですよね、はい、これがやっぱり今この3連勝も引っ張ってますよね、はい、やはりキャプテンとしてすごく最面では俺がやらなきゃっていうのがもうすごく前に出るようになりましたよね、ガンバの選手はあんまり前に出る選手は少ないんですけどね、また各選手のことに関してはリポーターのシュートを打っていきますが、右サイド外れました。だから今のようなね、はい、磯貝君がボールを取りに行くぞという時に、後の前の2人もね、一斉にプレスをかけてね、はい、ちょうどブッフバルトが後ろ前に残ってるもんですからね、あそこで奪えばもう一気にチャンスになるわけですよね。それを、そういう気に皆がなるというのが、ちょっと今、全体にチームが良くなっているという証拠ですね。なるほどね、佐藤義明、さあ橋本から木山へ渡りました。通電松波、グラビオです。浅野の足に当たって、その浅野、あこれはさて木原です。チャンスになりそうです。右と左スペースあります。
さあ戻しました。人数がちょっと足らなかったですね。カーブとブルバルタが上がっています。そして中島からまた中央へ、ブルバルタ入ってますね。シャトーを打つ浅野、おっと本並がちょっとファンブルしました、一瞬ヒヤッとしましたが浅野が打ったんですね。そうですね、はい、あのシュート力ありますよ ね、あのくらいの距離だと本当入りますよね。長い距離あるいは中距離ぐらいのシュートがね、いいものを持ってますから、あれだけ開けるとね、はい、彼はやりますよね。倒されました。松並に、松並にイエローカードが出ました。です、ね、はい、今のプレーです。あ、これは先ほどの浅野のシュートです。当たってちょっとボールが当たってるんですね、やはり ね、はい、一瞬見失ったんでしょうね、はい、危なかったですね。そうですね、一瞬ヒヤッとしました。松並がファウルでイエローカードが与えられましたけれども、大丈夫でしょうか。この放送は万博記念競技場から実況中継でお送りをしております。新価格から1年、うわこれいい、安い。今ミキは世界のメガネを安くします。メガネのミキ。当たったね。よかったね。お座敷の取っときましたから。あら、おいくつですか。タウンページで選びました。あ、ここの座敷がある。本当、めくれば発見。 NTT 前半後まもなく27分になります。倒れ込んでおりました中島がピッチに戻っております。その中島がスローインでボールを入れます。フレーズがまた一つきっかけをつかもうというところです。1対0とガンバリードで迎えています。スローインからヘッドで直接行きました。本並が取っています。広瀬のヘディング、時計の針はまもなく28分になろうというところです。得点は1対0と変わりません。今レッズが一ついいチャンスをつかんだんですが、なかなかレッズの方も最後のそのゴールを割るというところまでは結びつきません。レッズの方も折り返しに入ってからの後半戦は、はい、まあ2勝1敗といずれもこれ延長戦になりまして V ゴール、それから PK 戦で勝ってというような形になっているんですけれども、だいぶそのブッフバルトが入ってきての機能という面ではしてきましたかね。そうですね、やはり危ないところをブッフバルトが抑えてますし、はい、あとのバックスですね、センターバックがですね、まだちょっと固定されてないのがちょっと気がかりなんですよね、はい、今もブッフバルトですね、はい、やはりいいポジションにいますね。そうですね、もう必ずですね、はい、さあフリックから速い攻撃です。右サイド長がまた中央へ、浅野からそして長へ、右を上がっていきます。ゴール前には佐藤義明がおりましたが、向こう側のタッチを割っています。このレッツの方もここまではなかなか決定力というものが不足しておりましたが、ようやく福田が戻ってきて、今日はこの後どんなゲーム展開になるんでしょうか。佐藤と木原がいます。佐藤がゴールの正面、なかなか折り返すことができません。ラインを割りました。さあチャンスを迎えました。これが前半3本目のコーナーキックになります。レッズです。正面ヘッド、佐藤ですね、はい、大きくゴールを超えていきました。1メートル88センチあります。この長身ガンバから移籍の佐藤義明です。競り勝ってます。ヘッドで前線へ持っていこうというところです。その佐藤にはつながりませんでした。
中央へ打てるか。ちょっとこの辺りレッズの方も攻めあぐんでいます。そうですね、やっぱりちょっと時間をかけて、はい、ガンバのバックがディフェンスラインが戻ってしまうとやはりちょっと攻めあぐんですよね。そうですね、やはり速攻型の選手が多いですからね、はい。前半の30分を回りました。前半手元の時計は残り15分というところです。これは間接フリーキックで本並がボールを蹴って前線へ。中島広瀬、佐藤が走り込みます。そして橋本からツレイバへ。ツレイバも今日久しぶりのスタメンです。また橋本、ね、やはりツレイバが入ってちょっとやっぱり、ライン安定しますよね。あ、そうですか、はい、谷口さん、はい、そのツレイバ選手なんですが、右の太ももを怪我していたんですが今日はそれが治って出場しました、はい、今日験を担ぐためにですねホテルのチェックアウトの時にお金を払わなかったそうなんです。ロシアではお金を払うと運が逃げていくという言い伝えがあるそうなんですね。それで通訳の正美さんにお金を払ってもらったそうです。今日は験を担いで勝つよと言ってくれました。あ、なるほど、自分で払わなくて他の人に払ってもらったわけですね。そうなんです。あ、そうですか、今日は必ず勝つと言ってくれました。そうですか、以上です。3月には内転筋を痛めたりしましてツレーバの方もさちょっと怪我が多いんですよね、はい、そうですよね、なかなか万全の状態でゲームに臨むということがありません。4番は原島、今年の新しい戦略。ガンバでは磯貝君と松並君が前に残って、山口がちょっと引き目にポジションを取ってますね今ね、はいはい、後ろから出ていくような形を作ったんですよね、はい、松並。さあ浅野が持ち込んでいって福田です。ミスターレッズ久しぶりに戻ってきました。今度は一気にサイドを変えていきます。浅野右サイド超基準とタッチ終わりました。そうですね、ああいうところのサイドチェンジしてきちっとコントロールすればですね、はい、チャンスになるんですけどね。レッズの場合はああいうところがちょっと問題までありますね。あ、そうですか。磯貝がボールを取りました。さあこれが通ればチャンスになりますが佐藤義明戻します。福田が正面にいる。菊原福田のコンビか。そうです、福田また戻しました。左サイド中島、中島がいるが中央へ持ち込んでいってそこの混戦の中からなんとかクリアします。しかしまだボールはレッズか。さあ中島がセンタリングできるかどうか。檜山が手前のサイドに蹴り出しました。スローインに変わります。またいい位置からのスローインになりました。ブクバルトが中央に上がっています。菊原が手前近いサイド、ブクバルトに合わそうとしましたが合いませんでした。そして浅野直接打ちました。思い切って打っていきました。先ほどもあの辺からの距離から打ったんですが今度はちょっと合いませんでした。そうですね、はい、だけど、まあ、レッズにしたら攻めたところのスローインというのはやっぱり完全にチャンス、シュートチャンスなんですよね、あそこで、ブフバルトが今できなかったですけれども、はい、跳ね返すのもようやく跳ね返すわけですからまた拾いますよね。そうですね、今シュートになりましたしね、はい、ああいう一つのもうパターンができるというのは非常にいいですよね。さあガンバのフリーキックを得ました。ここは一つ大事にしたいところですが前半も残りあと10分ちょっとというところになってきました。1対0とガンバリード。木山が持ち込む。さあ、あと懸命コーナーキックになりました。さあチャンスです。ガンバ木山君はね、はい、3つぐらい前の試合からね一つ外して蹴ればチャンスになるというキックのタイミングを覚えたんですね。だから前へ出るのに、ね、非常に自信を持ち上げましたね。そうですか、はい、さあ磯貝ブフバルトです、さあ直接シュートを打ちます。
山口が一旦カットしてまた中央へ、ことごとくその攻撃を跳ね返していきます。ラインはありました。しかし小田君にまたチャンスです。まさに壁ですね。そうですね、もうそびえ立っております。90年のワールドカップ の優勝メンバーでもありました。今年のワールドカップにも出ています。またグランダーで行きましたが味方につながりません。そして木原志郎二人がかり。サモードを取ったのはガンバ増田。ガンバにファウルがありました。レッズのボールです。で松田が倒れ込んでおりますが、ファールがあったのはガンバの方です。レッズのフリーキックになります。足首のあたりを、右の足首ですね、ちょっと痛そうですね、はい、松田は今日が4試合目になるんですけれども、ゲームをこなすごとに雰囲気とかいろんなものに慣れてきて力を出してきましたね。そうですね、はい、初めはやはりちょっと遠慮がちだったですけれども、はい、やはり慣れるに従って積極的にボールに絡むようになりましたよね、はい、まあ、特に左サイドはやっぱり、自分が左利きですんでね、はい、非常にうまく使ってますよね。浅野戻します。外へ展開したいですね、はい、どうしても中へ中へですから。放送席谷口さん、はい、レッツサイドの浜下です、はい、今日もレッツの熱い壁になっておりますブッフバルトなんですが、私残念ながらドイツ語ができませんので会話をすることはできなかったんですけどね、はい、ブッフバルトさん頑張ってくださいと声をかけましたらニコッと笑ってくださったんですよ。そうですか、その笑顔を見ますとやはりプレーもさることながらチームの精神的な支えになっていらっしゃるかなということを深く感じました。前線へ木原志郎です。通りました。オフサイドありません。佐藤義明、何がうまくファインセーブですね。今のはセーブしましたね、はい、いい反応を見せました。完璧にフリーになった佐藤義明、はい、あのはね木原君素晴らしいパスだったんですよね、いい反応してますよ。そうですね、グラウンダーだったら今のは防げなかったと思いますね。 あのコースはそうですか、浮いただけ手が出ましたね、はい、レッツ4本目のコーナーキックです。前半ホットでクリア、まあ、確かにさっき浜下さんの方から、ブフバルトの話がありましたけれども、選手たちにとっては憧れの存在ですもんね。そうですね、一緒にプレーできるというか、いろんな意味でチームの支えにはなっているでしょう。谷口さん、はい、先ほど見事な、セービングを見せました本並選手なんですが、はい、ディフェンスがいいので今日はゴールを守りやすいと言っていました。最近ゴールを守りやすいと言っていたんですが、今日レッツに勝たなきゃここまで3連勝した意味がない、今日は無失点目指して頑張ると語っていました。以上ガンバサイドでした。現在3連勝でようやくこのセカンドステージ波に乗ってきたこのガンバ大阪です。今日も現在1対0とリードを保っています。まもなく前半の40分になろうというところです。佐藤義明から中央へ、そして左側中島が左サイドのスペースに走り込んでいく。その中島セッタリングシュート、あった、危ないシーンでした。ポストの右側です。福田走り込んでいきましたが、ランもうやられたと思いましたね、はい、もう完璧ですね、完璧ですね、もう逆サイドのサイドネットだと思ったんですが、ほんとわずかシュートが外れましたけど、ね、中島君がダイレクトでね素晴らしい、センターにそこへ走り込んでインサイドでね、もう入ったと思ったですね。レッツとしてはいい形になっての攻撃でしたからね、はい、そうですね、今のはもう国後の攻めだったんですね、はい、わずかにその福田のシュート、福田君も今のはやっぱり自分の本領ですよね、やっぱ走り込んでボールのコースを変えるという、今の攻撃もね、そのガンバが後方から出したボールをね松波がヘディングしたんですね、はい、その松波がヘディングして前を落としたボールはまた行きますね。ブッフバルトの方がね先にあるよりもこちら側よりも先に呼んで
前へ返してたんですよね。それからなんですよ。さあ、ドッグバルトがボールを持って中央へ、北村がヘッドでクリアします。またヘッドでドッグバルトを一旦戻して、これがチャンスなんですね。こういう時に取ればボールを上げますが、打つか、なんとかクリア、まだチャンス、佐藤義明打てません。なんとか手前のタッチに逃げました。しかしまだレッズのチャンスは続きます。ゴール前の混戦から一旦タッチに逃げました。さあ、これもまたレッズチャンスですよね。放送席谷口さん、はい、レッズサイドの浜下です、はい、先ほど素晴らしいセンタリングを見せまして、今日もハッスルプレーで目立っています中島選手なんですが、前節グランパス戦で初スタメン、初ゴール決めましたよね。周りの方にお話を聞いてみましたら、今後のことなんですが、どれぐらいマークができるか、そしてうまくカバーリングができるか、この基礎をしてから攻撃、この3つが今後の課題になるだろうとおっしゃっていました。そうですか。ブックバルトの動きが非常に今日のゲーム目立っています。松並から山口、松並チャンスになる、松並クリーカーと磯貝にもつながりません。土田がヘッドでクリアします。いい形になりました。今日スタメン登場の松並です。山口君からの、ね、パスでも今は中央突破完全できたと思ったんですけどね、磯貝がボールを入れました。縦持ってきましたが繋がっていきません。グラビオが戻します。前半も残り時間少なくなってきました。1対0とガンバリードしています。3試合ぶりのこの万博記念競技場での今日のホームゲーム。両監督ともバックアウトから立ち上がっての指示を与えておりますが、メキシコの同じ世代を戦ってきた余裕ですね。メキシコの銅メダルのゴールキーパーと、はい、あっと、佐藤が折り返す、ちょっと大きい、しかしまだあります。広瀬がボールを持つ。さあ、チャンスはレッズです。いやー、フリーキックですね。いいところでフリーキックを得ました、はい。さあ、前半最後の大きな見せ場になるんでしょうか。そうですね、この位置からのエリアのすぐ外側です、はい、手前にキッカラブッバルトがちょっと遠い位置にいます。福田が中央、大きなあれですね、チャンスですよね。どうするか、上げる、あ、よく取りましたね。本並が直接取りました。うまく上げていきましたが、キーパーの本並がダイレクト直接取っています。なんとかこのピンチは出しました。そうですよね、今のも速い球であそこへ来るとですね、キーパー出れないんですよ。ボールがちょっと緩かったために ね、本並くんよく出ましたね、はい、速い球であの高さで来てればブフバルトの頭に合ってるんですかね、はい、44分を回っています。前半時間がなくなってきました。ガンバが久々に攻め込んで右サイドは木山が入っていますが、グラビオは持ち込んで左に行きました。そして山口、増並が中央におりますが、キーパーの土田が今度は取っています。一気に逆襲に行ってきた列ですが、北村がかろうじて手前のタッチです。よく帰りましたね、はい、ああいう今みたいなこのキーパーはですね、ああいう普通に上げたロビングボールというのはやっぱりもうダメなんですよね、はい、今キーパー取ってすぐ攻撃に出ましたからね、はい、今北丸君帰らなかったら危なかったですよね、中島のロングスローです。時計の針は前半45分を手元の時計は回りました。ロスタイムに入りました。前半はもうほとんど時間がなくなりました。さあ、クロスボールを入れる、本並がブックバルトに合わそうというところですが、本並が思い切って出ました。45分を回っています。
ここで前半の終了です。今日はこの浦和レッズを迎えてのホームゲームでありますが、前半開始早々1分足らずにコーナーからチャンスをつかんだガンバが、北村が見事にシュートを決めまして1対0と折り返しました。前半終わりました。万博記念競技場1対0とガンバがリードしております。レイクはサポートキャッシング。ボノボノレイク。古いキャラさんがあるのがり。ローソンカードのメリットは、ローサイン、ローコイン、ノースカラライダー。ローソンカードはノーサイン、ノーコイン、デスピーディーなお買い物。ローソンカードは全国のローソンで使える、世界でも使える。まっすぐな線が引ける。全国5000のローソンで、すすいな、スイート、お買い物。ローソンがもっと便利になる、ローソンカード。カードお願いします。ありがとうございます。J リーグのセカンドステージの方は今日含めて7試合ということになるわけですが、今日第16節を迎えております万博記念競技場。ガンバ大阪の方が前半の開始早々、1分足らずにコーナーキックから大きなチャンスを得まして、北村がまず最初の先制シュートを放ちました。その後両チームともいくつかのチャンスはあったんですけれども、結局追加得点はならず1対0ということで、ガンバ大阪が前半をリードして、現在ハーフタイムに入っております。シュート数がガンバの方が前半が7本、レッズの方が9本と、シュート数ではレッズが2本上回っているんですけれども、最後決定的なチャンスにはならなかったようです。この放送は兵庫県サッカー協会理事細谷一郎さんの解説、そしてスポーツライターでおなじみの香川博さんをゲストに迎えまして、実況を谷口秀明でお送りをしております。ガンバの方がここまで5勝10敗現在11位というところにつけておりますが、レッズの方が6勝9敗の10位。今日このゲームもしガンバ大阪の方がレッズに勝ちますと、特殊点差の関係で、ガンバの方が上に行きますが、また他のチームの動向によりましてはガンバが勝った場合には一気に9位に浮上ということも考えられる、今日の大事なゲームということになっております。万博の方はハーフタイムに入っておりますが、1対0とガンバが幸先のいいこの前半のスタートを切りました。細谷さん、はい、まず立ち上がりにあっけなく1点を取ったんで、我々もこれからエンジンをかけるかなというところだったんですけど、はい、驚きましたね。そうですね、あれは本当の先制シュート素晴らしいですよね、まあ、その時にも話を伺ったんですけれども、やってる選手にとってもあれというような感じがやっぱあるでしょうね。そうですね、レッズにしてみたらまだこれから準備が整ってないところにね、はい、まず1点食らったというところでしょうね。香川さん、前半振り返って印象いかがですか。そうですね、その1点もガンバがそのレッズ側からすればですね、いつもの今までのガンバのテンポとちょっと違う速いテンポでいきなり来たもんですからね、はいはい、ちょっと目くらってたところへ磯貝君の頭脳的なコーナーキックというのにしてやられたんですよね。やはり立ち上がりの時間というのは本当よく言われますけど怖いですね、5分10分というのは。さあ、それじゃあ立ち上がり その北村の見事なシュートのシーン VTR でご覧いただきましょう。磯貝です。コーナーキックからのチャンス、これをそのまま入れました。ダイレクトで右のアウトにかかってサイドネットに来てますからね。いや、見事なシュートでした。前半の、公式的には0本ということになりまして、あっという間にガンバが先制点を奪いました。あとレッズの方は細谷さん、はい、前半の動きどうですかね。随所にね、レッズらしい速い攻撃も見られたんですけどね、福田がやはり縦を突破するシーンが全然見られないんですよね、はい、だからそこだけがちょっとまだレッズとして、もう一つレッズのペースになってないなと、あとはもうブッフワルトが出ていって、ヘディングでなんか落としたボールを誰かが決めるという風なチャンスですよね、はい、
福田が前節に続いて2試合目のこれスタメン復帰という形になりますね、はい、で今日は菊原志朗が初めてスタメンということで、はい、このあたりがどう機能していくかということになるんでしょうかね。そうですね、やはり菊原から福田へのスルーパス、福田がサイドへ流れて縦へ出ていくと、はい、そこにスルーパスが出てくるという形が出てくればね、決定的な形が列にどんどん生まれてくるんじゃないかなと思いますね。そうですか。香川さん、ブッフバルトの今日のゲームの印象どうですか。そうですね、もういつも安定しているという感じですね。まあこのクラスの中に、このクラスと言うといけないんですけどね、はい、このクラスの中にこのクラスの選手が入るとですね、なぜあそこへわざわざみんなその相手の選手が蹴るんだろうかというような感じになってしまうんですね。見事なもんですね。ことごとく見ればブフバルトがいるというような感じになりますからね。前半は1対0で折り返しましてハーフタイムに入っておりますが、この放送は万博記念競技場から実況中継でお送りをしております。いい感じ。ここの豆腐は美味しいでな。ほんまや、ベリーグッド。タウンページで選びました。豆腐めくれば発見 NTT。 今日私はついている。小さいけど役ももらえたし、おまけしてもらったし、信号青だし、留年してこのまま気持ちよく眠ろう。20歳の快適ローションメナード薬用留年。新価格から1年、お客様の声にお答えして。うわ、見て見て。いいね。国際円高還元価格。安い。あのブランドがこのお値段。素敵。今ミキは世界のメガネを安くします。メガネのミキ。ここまではほのぼのレイク、メガネのミキ、NTT、ローソンの提供でお送りしました。ここからは新神戸オリエンタルシティ C3、 エンショップ竹富士、ロイヤルパレス阪神、 NTT の提供でお送りします。あなたの笑顔がもっと見たい。エンショップ竹富士です。電報です。結婚式にお祝い電報。よーし。応援に電報。よっしゃ。ワクワクしよう。ドキドキさせよう。電報115。J リーグ電報新登場。NTT。すべては。